違う。この絵じゃ、奏と真冬が作った曲に合わない気がする。今度は色が明るすぎるかも。もう一回描き直そう。最近、描いてて何か違うって思うこと、増えてきたな。真冬が前と違う雰囲気の歌詞描くようになってから、この感じがだんだん強くなってる気がする。なんだろう、この感覚。前にもこんなことがあった気がする。お疲れ。みんないる？いるよ。あ、もうこんな時間？ミュート切ってっと。お疲れ様。ちゃんといるよ。お、今日はみんな時間ぴったりだね。それじゃあ、作業を始めようか。ああ、その前に、ちょっといい？どうしたの、エナナ。その、次の曲のラフが、ちょっと行き詰まってて。見てもらってもいい？うん、僕はいいよ。私も、ナイトコードに送ってくれる？はい、今送った。どれどれ。どう？悪くないと思う。今回の曲のテーマをしっかり押さえてくれてるし、音色にも合ってる。ただ全体的にぼやけてるような気はするかな。その感じはわかるかも。迷ってるみたいな。迷ってる。ユキはどう思う？雰囲気は嫌じゃない。 K の曲のイメージからもずれてはないと思う。ただこれで全部なの。言いたいことがあるのにうまく言えないみたいな感じがする。エナが言いたいことはこれで全部なの。私が言いたいこと。奏の曲を聴いて、真冬の歌詞を見て感じたこと。私が伝えたいと思ったこと。確かに表現しきれてない。エナナ、大丈夫？うん、なんでもない。そう。まあ、まだ時間はあるし、一緒に考えていこうよ。僕ももっといい根底考えてみるからさ。うん、ありがとう。あの時と同じなんだ。真冬の歌詞もだけど、奏の曲もそう。みんなはどんどん表現できる幅が広がってるのに、私はそれに追いつけてない。もしこのまま私だけ置いていかれたら、奏たちの曲を表現できなくなったら。やだ。もっともっと描けるようにならなきゃ。構図も色も表現技法ももっと勉強して、奏たちの曲を表現できるようにならなくちゃ。でも、そんな簡単じゃないことは分かってる。
そこにいたんだから。2年もサボってたやつがすぐ描けるようになるほど絵は簡単なものじゃない。よし、いい感じ。今日のデッサンはかなりいいんじゃない？これなら雪平先生も褒めてくれるかも。相変わらずきつい言い方。みんなすっかり萎縮しちゃってる。でも私はこれくらいじゃへこたれないんだから。はい、お願いします。中間色くらい分かってるってば。もう5年以上ここに通ってるんだから。雪平先生、かなり厳しい人だってお父さんが言ってたけど、本当に全然褒めてくれないよね。有名な賞をいくつも受賞してる先生だし、あの東美、東京美術大学を目指す人たちが通ってる教室だからレベルが高いのは分かるけど。でもいつも全然褒めない先生が今日は構図は悪くないって言ってくれた。他の人にはそんなこと全然言わないのに。やっぱりそうだよね。だって私はお父さんみたいな画家になるんだから。ということは、もっと細かく塗り分けて。見て感じ取る。すごいね、濃淡
にしよう。ふふん、でしょ。双葉は課題どう？私はまだ全然、同じ時期に入ったのに差をつけられちゃったな。別にそんなの気にすることないでしょ。確かに絵にはセンスが必要だけど、努力すればその分ちゃんと伸びるんだから。そうだね。そういえばそろそろ受験シーズンだけど、えなちゃんはもうどうするか考えてるの？うん、高校も美術を専門に勉強できるところに行こうと思ってるんだ。まだ具体的なところまでは考えてないから、もうちょっと調べてからお父さんに相談してみるつもり。そっか、東雲先生に。私も絵を描き続けたいなら進路をちゃんと考えなくちゃな。うん、それがいいと思うよ。人生は一回だけなんだし、好きなことができるようにした方がいいもん。ねえお父さん、受験する高校なんだけど、どっちがいいかな？どっちも美術科があるから本格的に学べるとは思うんだけど。美術科？うん、だってほら私画家目指してるし、早いうちからちゃんと勉強できる方が。やめておけ。え？お前に画家になれるほどの才能はない。何言って、え？なんかの冗談？やめてよね、つまんないから。冗談ではない。お前に絵の才能はない。そんなわけないじゃない。だって私小さい頃から描いてるし、中学アートコンクールだって特別賞もらったのに。ああ知ってる。だがプロになりたい人間は5万といる。それこそコンクールで大賞を取れないレベルでは誰にも見向きされないだろう。なんで？なんで急にそんなこと言うの？今までそんなこと言わなかったじゃん。私本気なのにどうして？エナ、お前はお前が目指すような画家にはなれない。覚悟に足る才能があれば違うのかもしれないがな。何それ。じゃあ私が今までずっと絵を描いてきたのも全部無駄だったってこと？才能がないから努力しても意味がないってこと？そうだ、少なくともこの世界はそういう世界だ。今のお前に可能性はない。そんなの決めないでよ。私の未来を勝手に決めないでよ。あれ、もうすぐ授業始まるのにえなちゃん来てないな。どうしたんだろう。あ、えなちゃん。あれ、私に才能がない？そんなわけないじゃない。私はずっと描いてきた。それに先生だって私の絵を褒めてくれたし。私には才能があるはずなんだから。はい、お願いします。今回の絵結構うまく描けたと思う。これならきっと雪平先生もまた。
でも先生、この前は構図を褒めてくれましたよね。あの時いいって言ってくれたニュアンスはちゃんと今回も活かしてます。それに今回はどっちかって言うと書き込みの方に。それは分かっていますけど、いや、何この沈黙。えなちゃん、先生が褒めた。どうして？めったに褒めないのに。もしかして外部生がいるから？はい。褒めてるんじゃない。さっきの絵も双葉の絵もいい絵だ。構図も色使いも私のよりも全然。私の絵は私の絵はそれなら私は本当に。描き続けてて、それで周りからも絵がうまいって言われてて、お前に画家になれるほどの才能はない。私は生き生きしてて、いつの間にこんなに描けるようになったんだろう。
が、私がちゃんと見てなかっただけだ。双葉だけじゃない、この教室にいるみんなの絵は私よりずっと。やだ、やめて、言おうかしないで。もし価値がないって、才能がないって先生にまで言われたら、私は…えなちゃん、えなちゃん、えなちゃん、大丈夫？え、何？好評終わったから。あ、そうなんだ、ごめんね、ぼっとしちゃって。じゃあ私帰るから。待って、えなちゃん。絵画教室はあの日が最後。挨拶もなしに辞めたから、お母さんにすごく怒られたな。うん、もう関係ない。確かこの辺りに参考書があったような。あった、懐かしいな、これ何回も見て勉強したっけ。あれ、このハガキ、絵画教室雪平春季集中講座のお知らせ。あ、そういえば辞めてから一度だけ連絡もらってたんだっけ。あんな辞め方したから行く気にはなれなかったけど。春季講習の時期か。またあの教室に行けばもっと上手くなれるかもしれない。雪平先生はすごい先生だし、あの教室から遠火に受かる人もたくさんいたから。そろそろ新曲のラフのパターン出さないと、だいぶ待たせちゃってるし。でも今の私が書いたってきっと、やっぱり書けない。むしろ書けば書くほどイメージから遠くなって、頭冷やそう。やっほー、エナナいる？ああ、うん、いるけど何？進捗どうかなって思って。まだ詰まってる感じ？うん、まあいろいろ悩んじゃって。うん、ねえエナナ、何かあった？え？な、何急に。ほら、この前悩んでたみたいだからさ、
今日もちょっと声が暗いし、何かあったのかなって思って。それは、あ、もちろん言いたくなかったら言わなくていいよ。エナなんだって僕にそう言ってくれたしね。でももし話した方が楽になることならいつでも話していいからさ。水木。そうだね、友達だからいつか話してほしいって言ったくせに自分は黙っちゃうなんて筋が通ってないよね。なら、じゃあちょっと聞いてもらっていい？あ、うん。え、実力が追いついてない？うん、最近ニーゴのイラストを描いてて実感するの。ケイやユキはどんどん表現の幅が広がってて、私だけ追いついてないって。エナの、このままだとケイたちの曲を表現できなくなるかもしれない。だから本当はもう一回ちゃんと絵の勉強をした方がいいんだろうなって。そこまで思い詰めなくてもいいとは思うけどな。僕もみんなもエナナの絵が好きなんだからさ。ありがとう。でもニーゴの足を引っ張るのだけは本当に嫌だから、できることはやりたいの。それで昔通ってた絵画教室のことをちょっと思い出したの。すごい先生が教えてる教室だから行ったら勉強になると思うんだけど、あんまりいい思い出がなくって。それに行ったところでどうせ2年分周りと差がついたってことを思い知らされるだけだし。ああ。だけど本当にそれでいいのかなって。そっか、ついよね、向き合わなきゃならないことに向き合うのって。考えてるうちに頭ぐちゃぐちゃになって、あーもう何でもいいかみたいになっちゃったりね。まさにそんな感じ。それで考えるのだるくなって休憩ばっかしちゃって、こんなことばっかりだな私。あ、っていうかさ、エナナンが絵画教室行ってたなんて意外だったな。あ？どういう意味？ごめんごめん、なんかこう絵画教室で絵の勉強してるイメージなかったからさ。いつから行ってたの？始めたのは小2で、辞めたのは中3かな。その間は毎週行ってたんだ。うちの父親の友達が絵画教室をやってて、その人の個展に行った時に綺麗な絵だって言ったら、よかったら教室に行ってみるかって話になったの。へー、じゃあお父さんの友達に習ってたんだね。うん、すごくストレートに公表するからいつも教室はピリピリしてたけどね。デッサンから勉強していって、水彩とか油彩とかも教えてもらったな。あ、粘土とかもね。粘土？絵の教室なのに？立体を捉えるのに使えるの。そこから彫刻とかに興味持つ子もいるし。へー、面白い。僕もちょっとやってみたいな。昔の絵なんてどんな絵描いてたの？やっぱ今ニーゴで描いてるみたいなやつ？どんなっていろいろ描いたから一概には言えないけど、 K の曲に出会う前も聴いた曲にインスピレーションをもらって描いたりはしてたな。
そういう時ってただ漠然と書くんじゃなくって、その曲のどこに惹かれたのかとか考えるといいものができるんだよね。なんかわかるような気がするな。僕もニーゴの MV 作るときはそう考えたりするし。うん、そのあたりは私もニーゴで生かされてるなって感じる。あとは好きなものを集めたスクラップブックを一冊作ってみるとかやったな。あ、僕も昔そういうのやった。好きな雑誌のページとか映画のチラシとか切り抜いたりしてさ、面白いよね。エナノンはどんなもの集めてたの？好きな美術展のフライヤー貼ったり、面白い形の建物を模写したり、雑誌はよく使ったな。あとはアキトの持ってる CD のジャケットで気になったのがあったらそれも写して。あ、好きなコスメ切り抜いてったら先生に東雲さんらしいって言われたの未だに腑に落ちないんだよね。そこまでがっつりメイクしてたわけじゃないのに。まあ先生の気持ちちょっとわかるけどね。それでスクラップブックを作ったらそこからどうするの？スクラップブックはあくまで自分の軸を作るためのヒントだから、それをどうこうするってことはないかな。あ、でもその後作った作品で先生にちょっと何笑ってんの？ごめんごめん、でもなんだか楽しそうだなーって。楽しそう？うん、あんまりいい思い出ないって言ってたけど、学校の授業じゃできないようなこともたくさんやってたみたいだし。まあ確かにそういう時も。あ、そっか、楽しんでやれてた時もあったんだ。おーい、エナナ？急に黙り込んじゃってどうしたの？あ、ううん、なんでもない。なんだろう、少しだけあの時のことを思い出しても苦しくなくなった気がする。デッサンも粘土もスクラップブックも今は全然触ってないし、苦しいのは本当に嫌だけど。瑞希。うん？ありがとう。いえいえ、困った時はお互い様だからね。春季講習の締め切りまであと3時間。電話かけよう。確かはがきに番号が書いてあったはず。やっぱり怖い。胸がすごいドキドキしてる。あ、あの、もしもし。え、あ、その、はい、お久しぶりです。東雲です。東雲エナです。おつー、みんないる？うん、もう作業入ってるよ。私も。エナナンはまだ。ああ、そっか、エナ大丈夫かな？お疲れ様、待たせてごめん。エナナ大丈夫だったの？大丈夫って？
あ、ほら、ラフ画で結構悩んでるみたいだからちょっと気になっててさ。それで、どんな感じ？そのことなんだけど、ごめん、もう少し待ってもらうことになると思う。え？まだ納得できないの？それもそうだけど、私、絵の勉強をしてこようと思う。勉強？うん、昔通ってた絵画教室のハガキを見つけて、また行ってこようと思うの。今のままじゃ、今回のラフだけじゃなくてこの先も納得できるような絵は描けないと思うから。もちろんラフは描くよ。みんなに迷惑かけるようなことはしないつもり。あ、うん、全然大丈夫だよ。僕は大丈夫だけど、ケイとユキは大丈夫？それがエナナにとって必要なことなら私は大丈夫。曲のためになるなら別にいい。ユキのはちょっと引っかかる言い方だけど、ありがとう。みんな、ケイとユキが作ってくれた曲のイメージを書き起こせるように勉強してくるから。わかった、頑張ってね、エナナ。うん、ありがとう。はあ、覚悟したはずなのに足が重い。もう教室は目の前なのにすごく遠く感じる。あの時教室に一緒にいたみんなはまだいるんだろうな。あれからも2年間この教室に通ってずっと絵を描き続けて、気持ち悪い。あれ、そこにいるのってエナちゃん？エナちゃんの絵すごいね。フタは？やっぱりエナちゃんだ。久しぶりだね。お、それ教室用のバッグだよね。もしかして今日から始まる春季講習に出るの？まあそんな感じ。本当？またエナちゃんが来てくれるなんて嬉しいな。あ、だったら一緒に行こう。久しぶりだから教室もちょっと入り方変わってるしね。あ、そのほら、こっちだよ、エナちゃん。あそこだ、あの大きなビルの隣にある。あれ、エントランスに飾ってある絵、ここの生徒の作品。こんなところに飾るようになったんだ。すごいな、どれも。この絵とか特に吸い込まれそうな。え、これフタバの？こんなに上手くなってたの？こっちも全部昔一緒に教室にいたあの子たちの絵だ。2年前からみんなこんなにレベルが上がってる。エナちゃん、どうしたの？あ、なんでもない。教室はこっちだよ、行こうか。うん。
教室いっぱいに絵の具の匂いがする。懐かしいな。エナちゃん、イーストイーゼルは窓際にあるよ。場所は人も結構いるからこの辺にしよっか。うん、入っちゃった。ここまで来たらやるしかない。知った顔が多いかもって思ったけど、そこまでじゃないか。知ってるのは半分くらいかな。あとは外部からの人っぽいし。あ、今回の講習は1日目にデッサン、2日目に油彩、3日目に課題を与えられての自由制作か。デッサンは得意だったけど、今の私には。うん、やらなくちゃ。ミーゴの絵を描くためにも。出てないのか。どうしよう、わからない。もっとよく見て描かなくちゃいけないのに。あ、鉛筆が。ごめん双葉、鉛筆がそっちに行っちゃって。すごい集中力。話しかけても気づかないなんて。うん、本気なんだ。私も早く鉛筆拾ってって。何これ、こんなに実感があるデッサン。そう見ない。影のつけ方もすごく繊細で、中間色の表現なんてほとんどプロ並みじゃない。デッサンだってまだなんだから。だけど、はあ、迷っちゃダメだ。今は書いて書いて書き続けるしかない。この中で私の実力が一番低いってことくらい来る前から分かってたんだから。はい、私です。
ありがとうございます。そうだよね、双葉のデッサンはすごかった。今の絵も昔よりずっと上手くなってる。きっとあれからたくさん描いてきたんだろうな。分かってたことじゃない。こうなってることなんて、私が逃げてサボってる間も2年間ここで描き続けてきたんだから。終わった。えなちゃん大丈夫？顔色が悪いよ。うん大丈夫。ごめん、私もう帰るから。あ、ねえ私も一緒に帰ってもいいかな？急いで準備するから。別にいいけど。ありがとう。ちょっと待っててね。えなちゃん、久々の教室はどうだった？ああ、変わらないなって感じ。変わらないって、教室が？うん。あの息苦しい感じとかさ。それにあの頃と同じで全然うまく描けない。先生にもきついこと言われたけど、まあそうだよねって感じ。なんで私逃げちゃったんだろう。あのまま頑張ってたら、もしかしたら今よりもずっと息苦しいか。確かにそうかもね。先生の厳しさはずっと変わってないし。でも双葉はすごいよね。ずっと通い続けてるんだし。あれからどうしてたの？あ、うん、今は高校の美術部で描きながらここには毎日通ってるんだ。毎日？前は週1か週2だったのに。実は私、東京美術大学に行きたくて。え？東美って、あの東美だよね？うん。でも、日本で一番倍率が高いし、普通にやってるだけじゃ受からないなって思って、お母さんにお願いして、毎日通わせてもらってるんだ。そっか、双葉は本気で描いてるんだ。すぐに逃げ出した私と違って。だからデッサンもあんなに。あのね、えなちゃん、ずっと言おうと思ってたんだけど。何？私、えなちゃんの絵が好きなんだ。だからまた教室に来てくれてすごく嬉しいの。え？好きってどこが？私ね、昔からえなちゃんの絵ってちょっと不思議な雰囲気があるなって感じてたの。見てる世界が私とは違うっていうか、他の人には表現できない魅力だなって。実は何回か真似してみたこともあるんだよ。でも私にはえなちゃんみたいな絵は描けないなって感じた。なら双葉、今日の私の絵どう思った？え？それは先生が言うことは正しいと思った。そう。でもね、それだけじゃなくて。ああごめん、今日は早く帰れって言われてたんだった。ごめん、先に帰るね。
ちゃん。何？また明日ね。うん。ただいま。別に前と同じ。晩ご飯まで部屋にいるから。もう12時回っちゃってる。前、今日から教室行くって言っちゃったし、ニーゴのみんなに報告しておいた方がいいかな。でも、もしどうだったって聞かれたら。こっちもラフが描かなきゃ。もう何日も描けてないんだし。でもどういう絵を描けばいいんだろう。あの時と同じだな。悩んで止まっててもしょうがないか。今は手を動かそう。2日目は油彩。色使いは昔から褒められてたし、中学の時も納得いくものが描けてたけど。おはよう、えなちゃん。今日は早いんだね。うん、おはよう。今日は風景画みたいだね。頑張ろう。病は終わったけど、これじゃダメな気がする。でもどこがダメなんだろう。下塗りが甘いのかな。もしかしてバースが狂ってる。全部書き直したくなってきた。双葉はどんな調子なのかな。先に入ってる。それにすごい存在感。私の絵は。2日目もうまく描けなかったな。雪平先生にも相変わらず酷評されたし、そもそも何年も真面目に書いてなかったんだし、数日でうまくできるわけないんだけど。ねえ、えなちゃん、よかったら一緒に。ごめん、ちょっと疲れてて。今日は一人で帰るね。バイバイ。ちゃん、ただいま。あ、今日お母さん出かけてるんだっけ。お茶でも飲もうかな。あれ、誰かいるのかな。お母さんは出かけてるって言ってたから。アキト？エナ、帰っていたのか。
お父さん、どうして？アトリエから早く引き上げてきたんだ。それより教室はどうだ？どうしてそのこと？雪平から聞いた。それで納得いくものは書けたのか？そうか、続けられそうなのか？続けるしかないでしょ。それにあと一日なんだから。春季講習だけの話じゃない。絵を描き続ける限り、お前が感じている苦しみは続くことになる。納得できるものが描けない、何も生み出せないかもしれない。その苦しみとこの先も向き合い続けることができるのか？それは、苦しみと向き合い続けることができるか、そんなのわかるわけない。今だって私だけ場違いな場所で、みんなの前で酷評されて、恥ずかしい思いして、たった2日しか行ってないのに吐きそうなくらい苦しくて、でもこれ以上逃げたくない。だから書かなくちゃ。どうだった、今回のデモ？悪くないんじゃない？胸がふわっとなる曲だった。真冬の歌詞も早く見たい。そう。でも前の曲をまだアップしていないと言っていなかったかしら？イラストを待っているから、 MV が完成していないって。うん、だから先にいくつかデモを作っておこうっていう話になったんだ。これはそのうちの一つ。そうだったのね。だけど大丈夫なのかしら？エマはずっと描けていないのでしょ？うん、いい絵を描けるようにって頑張ってるみたいだから、しばらく待とうと思ってるんだけど。みずき、どうなの？え、僕？ああ、そうだな。昨日メッセージ送ったけど、帰ってこないんだよね。そっか。まだ、納得できる絵を描けてないのかな。それだけだったらいいんだけど。実は絵画教室に通う前、結構悩んでたみたいなんだよね。だからちょっとだけ心配なんだ。悩んでた？うん、僕から言っていいことなのかわかんないけどさ、もしエナが今も悩んで苦しんでるのなら、何か力になりたいなって思って。瑞希、その話詳しく聞かせてくれない？私も知りたい。うん、分かった。来ちゃった。急に部屋に来たら、そんなに心配してるのってからかわれるかもしれないけど。あ、エナ、ダメ、こんなんじゃ全然。もっと色を足して、違う、
ここは暗くしなきゃ。ああ、もう色が濁ってきた。書き直さないと。えな、苦しそう。どうしよう。何か、えなのためにできること。あれ、リン、よかった。ちょっと元気になったみたい。エナ、大丈夫？大丈夫じゃないかな。ダメなんだよね。書いても書いても全然書けなくて。うん。みんなに追いつくために、ニーゴに会う絵を描くために成長しなきゃいけないのに、苦しい。やらなきゃいけないのは分かってる。でも絵と向き合うと苦しくなって頭がぼーっとするの。エナ、メッセージ？誰から？水木たち、エナのこと心配してた。力になりたいって。そっか、ありがとう、リン。ごめん、水木、遅くなった。奏と真冬も一緒だったの？うん、いろいろあって。そっちこそ、凛も一緒だったんだ。いろいろあって。っていうか、みんなごめん。ラフは書くって言ったくせに全然進まなくて。別にいいよ、エナが頑張って書いてることは知ってるから。それと、悪いと思ったんだけど、絵画教室のこと水木から聞いた。ごめん、私たちに追いつけなくなるって。エナがそこまで悩んでるって気づけなくて。別に奏のせいじゃないから。私が全然書けないせいで。あそこに行ってサボってた時間の長さを実感しちゃった。周りの子たちは自分の書きたいものを自分の力で表現してて、私は基本レベルのこともできなくなってて、周りに追いつけなくて。それなら今から必死に頑張ればいいってことも頭では分かってる。でも体がついてこない。本当はあの場所に行くのがすごく怖くって、ずっと震えてる。周りの子たちよりも書けないし、酷評されるのが分かってるし、何より私が私を許してくれなくって。なんであの時逃げ出しちゃったんだろうってずっと。エナ、だけどニーゴのみんなに置いていかれるのはもっと嫌だから、書きたい、そう思ってはいるんだけど。エナは逃げてたわけじゃないんじゃないかな。え？
確かに25でイラストを描いてても何かの勉強になったり技術を伸ばしたりはできなかったかもしれない。でもエナの絵は出会った時よりずっと良くなってる。私と真冬の曲を聴いてイメージしたものを絶対に表現しきろうっていう気持ちが伝わってくるよ。僕もね、最近のエナの絵を見ると思うんだ。エナは絵が大好きで、表現したいものがたくさんたくさんあるんだろうなって。でも気持ちがあるだけじゃどうにもならないでしょ。今のまま成長できなかったら私は成長してるのかはよくわからないけど、昔のエナの絵はわざわざ汚い色を使ったり歪んだ線を引いたり、何を表現したいのかわからないことがあった。は？だからあれはあえてだって。でも今考えるとあれももっといい表現の仕方があったのかも。だけど今は少し違う。え？伝えたいことが見えない時はあるけど、昔よりはわかるから。エナ、ごめん、いろいろ言っちゃったけど、この2年間を無駄なんて思ってほしくない。私は、ニーゴはエナのイラストに助けられてきたから。奏、私にとってこの2年はニーゴと出会って逃げてた絵に少し触れるようになった。それからみんなと世界で会って、コンクールで落選して立ち直れなくなりそうになったりもしたけど、でもまたニーゴのために絵を描こうって思えるようになった。エナ、これ見てよ、ニーゴの動画。え？ほら、奏がバンバン曲作るからすっごい数になってるでしょ。ごめん、誰かを救う曲をって思ってたらいつの間にか。謝ることじゃないよ。奏にはこれからも曲を作ってもらわないといけないんだから。そうだね。あ、これ懐かしい。僕、初期のちょっと荒っぽい絵も結構好きなんだよね。曲のエッジ効いた感じと合ってるでしょ。こっちも懐かしいよね。全然絵が上がってこないから一緒に考えたやつ。モチーフで詰まって何度も描き直ししたんだよね。すっごい時間かかったな。ああ、私この絵好き。え、これってこの前アップした動画？うん、昔の絵もいいけど今の絵はもっと好き。ドロドロな色が絵なって感じする。それ褒めてる？褒めてる。え？私、絵のことはよくわからないけど、本当にエナが逃げてるのなら、こんなにたくさん描けないと思う。私は、そう、なのかな。わからない。うん、私は間違いなく2年前に逃げた。それは本当。でもこの絵たちを描いてきたのも本当なんだ。ニーゴのみんなと
一緒にありがとう、みんな。私、もうちょっとだけ頑張ってみようと思う。うん、頑張って、エナ。しなきゃ。うん、自由制作頑張ろうね。私が絵から逃げた時と同じ課題だ。あの時の私は画家の娘で絵の才能がある自分が自分だって思ってた。でも今は違う。私にとっての自分はどうしようもなくて悩んでばっかで、かっこ悪いけどそれが今の私だ。だからこの仕上げに入ろう。光源は大丈夫。影のつけ方もイメージ通り。あとは時間いっぱいまで影を描き込もう。なんとか描ききれた。はい、私は自分の手を描きました。この絵すごく温かい。優しくてまっすぐで、絵が好きなんだって気持ちが伝わってくる。真冬が言ってる温かいって感じもこういうものなのかな。ありがとうございます。先生の言う通り、木をてらわないで正面からまっすぐ自分を描いてて、すごく双葉らしい絵だな。はい、お願いします。はい、夜液タブに向かって絵を描いてる私です。この2年、絵に向き合いきれなくて
それでも絵を描き続けた私、みんなと一緒に居続けたからここにいる私。自分と向き合って書き切れたから、ここからだ。まずはここからなんだ。苦しかったけど、最後にあの絵を描き切れて来てよかったかな。え、あ、幸宏先生、どうしたんですか？えなちゃん、はい。先生の言葉、すごく厳しい。心に突き刺さるみたい。だけど、先生、今回の絵はうまく描けたと思うんですけど。色も構図も自信あったのに。わかりました。そうだ、
昔から先生は教室が終わった後にこうやって時間を作って教えてくれてたっけ。あ、私の絵覚えててくれたんですか。あ、ありがとうございます。先生は今日の絵どう思いましたか。じゃないかって絵から逃げてきたこと後悔してて、でも昔の私はあの教室で褒められることばっかり考えてた。今の私は酷評されるのが嫌で惨めな思いをしたくなくて。でも私にまだ可能性が、成長できる未来があるなら、なくてもいい。そんなの関係ない。もう一度通おう。もう逃げない。苦しくてもきつくても、どんなに時間がかかっても、きっといつか絶対にニーゴにふさわしい私の絵を描けるようになってみせる。リュウ、いる？って、あれ？世界にこんな場所あったっけ？見たことないところだね。エナ、みんなも、どうしたの？おう、リン、ミクも。ちょうどラフが落ち着いたところだから、息抜きに来たんだけど、なんか変だなって思って。ミク、この場所って。私たちも、最近見つけたの。もしかしたら、真冬か、奏たちと一緒にいろいろ経験したことで、行けるようになったのかも。そうなんだ。それよりラフできたって本当？あ、うん、いろいろあったし結構待たせちゃったけど、この間ようやくできたんだ。そうそう、ようやく MV も動き出せるよ。まあごめんってば。
でもすごくいいラフだったよ。曲に合ってるし、これ以上のものはないって思った。ありがとう、かなで。すごく苦しい思いもしたけど、私、絵画教室に行ってよかったって思ってるの。そうなの？うん、勉強になったのもそうだけど、覚悟できたっていうか、今まで逃げてた分、これからちゃんと絵と向き合おうって決めたんだ。エナ、みんな心配かけちゃってごめんね。リンもありがとう。リンが来てくれて本当に助かったよ。あの時の私、いっぱいいっぱいだったから。別に何もしてない、心配もしてないし。でも今のエナがどんな歌を歌うのかは聞いてみたい。え？私もきっと今のエナなら前とは違う思いが生まれてるはずだから。そうなのかな。じゃあみんなで歌ってみる？もちろんリンも一緒に。え？なんで私？私がリンと歌いたいの。いいでしょ？それならわかった。ふふ。じゃあみんなの歌聞かせてもらうね。うん、ありがとうミク。みんなも聞いてくれると嬉しいな。行くよ。ノマド。ちょっとすっきりしたな。みんなすごく良かった。それにエナの思いが伝わってきた気がした。そう？でも私も歌えて良かった。今の思いをなんていうのかな、胸に刻みつけられたような気がしたし。ねえみんな、私、画力も表現力も今足りてないと思う。だけど奏たちが作った曲をちゃんと表現できるように勉強するから、もう少し待っててもらっていい？
私は待たされてる自覚なかったな。エナはいつもいい絵を描いてくれるから。僕もニーゴの絵はやっぱエナじゃなきゃなって思うし、エナの絵だから僕もいい MV を作らなきゃって思えるしね。奏、瑞希、曲のためになるのなら何でもいい。はいはい、あんたはそう言うと思って。でもエナの絵を嫌だと思ったことはないよ。え？だから言ったじゃん、エナ。みんなエナの絵が好きなんだよ。ありがとう。ねえ、動画ができたら見せて。エナがどんな絵を描いたのか気になる。私も見たいな。了解。リンたちに見せるために超特急で作んなきゃね。じゃあそろそろ戻ろっか。動画ができたらまた来るよ。ありがとう、かなで。じゃあね、バイバイ。動画楽しみだね、リン。うん。ねえニック、この世界にいるのは暇だし、待ってるのもそわそわする時があるけど、みんながこうやって笑ってくれるならちょっとだけ悪くないって思う。そうだね。奏は表現したいことがうまく形にならない時ってどうしてる？とりあえずいろいろなパターンを試してみるかな。それでなんだかいけそうだなって思ったパターンをブラッシュアップしたりかな。なんだかいけそうだなっていけるんだね。きっと奏の場合は実力あるし、知識や経験もたくさん持ってるから試せるパターンが自然に浮かんでくるんだろうな。ごめん、こんなんじゃ全然参考にならないよね。ううん、そんなことないよ。やっぱり私はもっともっといろいろ勉強しないとな。今更だけど、リンって好きな食べ物って何かあるの？じゃあ趣味とかは？あのね、真冬じゃないんだからもうちょっと考えてから答えてよ。でも そう？じゃあまた今度いいの見つけたら持ってくる。親指から一本だけ紐を外して中指を、あれ？ふーん。あ、メイコ、ルカに東京タワーできるって言われて本を見ながらやってみてるんだけど。そうね。あれ指に紐が絡まっちゃった。ふふ。え、
れ、指の動きが早くて何がどうなってるのかわからない。ええ、あら、いいね。え、私も？ええ。あ、真冬、ミク、ちょっと試してみてほしいものがあるんだけど。服なら着ないよ。服じゃなくてこれ、クッションを作ったんだ。ん？うん、二人ともよくここで座ってるでしょ。けど見るたびにお尻痛くならないのかなって気になっちゃって、だからちょっと試してみて。わかった。このクッション、もしかして低反発？ピンポーン。なかなか本格的でしょ。お昼寝用の枕にもぴったり。でしょ。まだ2つしか作れてないけど、みんなで仲良く使ってほしいな。うん。どこかでお茶していかない？ちょっと歩き疲れちゃった。いいよ。どこのカフェ入る？みずきのおすすめのとことかないの？あるよ。外装も内装も全部ピンクのお店でさ、めちゃくちゃおしゃれで居心地もいいんだ。全部ピンクってなんか逆に居づらそうなんだけど。そんなことないって。口で説明するのはちょっと難しいけど、とにかくそこなら近いし、穴場スポットだから多分すんなり入れると思うよ。そう？まあ、瑞希がそこまで言うならそこに行こっか。オッケー。ほら、こっちだよ。ちょっと疲れてるんだからもっとゆっくり歩いてってば。ねえ、エナ、今度絵の描き方を教えてくれない？美術の課題で風景画を描かないといけなくってさ。いいけど、真面目にやってよね。もちろん。先生が評価する必要ないくらいめちゃくちゃうまく描けば、同じような課題免除してもらえるかもしれないし。それみんなのお手本になってほしいから、今後もよろしくって言われそう。真冬、もしかして？うん、私はよく言われる。は？何それ、自慢？別に、本当にそうだからそう言っただけ。じゃあ瑞希もそうなったら困るんじゃない？まあ、もしそうなってもあんまり学校行ってないし、美術部の子に頼んでって言えば逃げれるんじゃないかな。ま、そういうことだからさ、よろしく、エナ先生。まったく、教えるからには厳しくいくからね。ちょっと真冬、ぼんやりしてると置いてくよ。あ、信号青になってたんだね。なってたんだねって。もうほら、立ち止まってたら他の人の邪魔になるでしょ。早く来なさいよ。エナって時々お姉さんになるね。え、どういうこと？面倒見が良くなるねっていうこと。まあ実際姉やってるし。けど急にそんな風に褒めたって何も出ないからね。
別に褒めたわけじゃないよ。はあ？やっぱ置いてけばよかった。あ、かなで、みんなが来てくれたよ。かなでのお祝いのために来てくれたんじゃない？絶対そうだよ。みんな、いらっしゃい。誕生日ケーキもちょうど食べ終わったところだし、来てくれたみんなと一緒にもう一回お祝いしない？うんうん、いいね。みんな、せーのでお祝いするよ。準備 OK？ それじゃあ行くよ。せーの、かなで、誕生日おめでとう。おめでとう。みんな、ありがとう。みずきたちもありがとう。ケーキやろうそくとかも用意してくれてて、昔家族とした誕生日パーティーみたいで懐かしかった。本当？喜んでもらえてよかった。ちょっとだけ迷惑かなって心配もあったから。ううん、迷惑なんかじゃないよ。誕生日ってこんなに楽しかったんだなっていろいろ思い出せたこともあるから。でもこんなに楽しんじゃっていいのかな。せっかくの誕生日なのに。だって私はお父さんのこと。うん、お父さんのためにも私は誰かを救える曲を作り続けなくちゃいけないから。かなで、大丈夫だよ。かなで、かなでの曲はきっとたくさんの人を救えてると思う。ほら、私が絵のコンテストに落ちてちょっとやけになっちゃった時あったでしょ。あの時かなでが作ってくれた曲のおかげでもう一度頑張ろうって思えたから。えな、そうだよ、かなで。かなでの曲で僕たちは救われてると思うね、真冬。うん、あの時奏が作ってくれた曲は温かいって感じられた。そういう風に何かを感じられるのは今も奏だけ。そっか。真冬、お願いがあるんだけど。何？私の曲がきっかけで少しでも変化があったなら今の真冬の思いをもう一度感じさせてほしい。いつか真冬を救うためにもっといろいろなことを真冬が感じられるようなそんな曲を作りたいから。だから一緒に歌ってくれないかな。あ、私も奏と真冬二人の思いに触れてみたい。わかった。じゃあ僕たちはここにいるみんなと盛り上げようか。そうだね。奏たちの歌聞きたいし。ありがとう二人とも。それじゃあ真冬、ミク、一緒に歌おう。
奏で、真冬、ミク、お疲れ。すっごく良かったよ。なんていうか、前に聞いた時よりも優しさとか温かさを感じられたかも。あ、私も何度か歌ってる曲だけど、今日は少し感じ方が違ったような気がする。そうなんだ。一緒に歌ってくれたから感じられたんだと思う。ありがとう、真冬。うん、どういたしまして。みんなも聴いてくれてありがとう。私の曲がどれだけの人を救えてるかわからないけど、気づいたり思い出したりしたことを大事にして、これからも曲を作り続けていこうと思う。今日感じた懐かしさとかも曲に活かせたらいいな。その曲、もしできたらすごくいい曲になりそう。うん、優しくて温かくて寄り添ってくれるような。いいね、いつか聴きたいな。そうだね。みんながそう言ってくれるならちょっと考えてみようかな。本当？楽しみだな。私も楽しみにしてるよ、かなで。それと、また一年よろしくね。ああ、僕も。うん。真冬も、またよろしく。うん。よろしく。じゃあみんな、またね。バイバイ。